はい、じゃあ初来店のお客様と千人切り挑戦したいと思います。お名前教えてください。フルネーム、あ、違う、ハンドルネーム的なものだな。カラツです。カラツくん、よし、やりましょう。はい、お願いします。お願いします。はいよ。青のカナタのフォーリズム、そういうアニメ。よし、ほら、1、2、3、4、5 1、2、3、4、5。だいぶ狭いからそっちで置くよ、俺も。あ、よ、行くぞ。はい、じゃあカナツくん行きましょう。最初はグーじゃんけん、ほい、はい、行きましょう。勝った、先行頂戴します。じゃあね、どうしようかな。じゃあこれを置いてターンエンド。あ、上をドローします。はい、これはレクですね。じゃあプチョクカーでターンエンドで。はい、じゃあドロー。出せない。じゃあこれを置いてターンエンド。ドローします。やばいやばいやばい。じゃあ2万で、うん、若干違う。はい、うん、どうぞ。はい、じゃあドロだって、ドロ負けだ。じゃあね、どんどん行ってしまえ。これを置いて3マナ、オーバーキルグレイビアードさえ貼っときます。はい、ターンエンド。アタックします。はい、ドロフォースリーブ。やば、めっちゃ珍しくね。注文は先ですか。巡査じゃん。じゃあ3マナで白米だね。はーい、タップインよ。うん、ターンエンドどうぞ。エンドね、よし、じゃあ置きます。はい、エンドどうぞ。ドロー、また3止められるの。うーん、どうしようかな。じゃあこれを置いてもったいないのかな。2マナ、ちょっと待って、嘘こきました。なんでもないです。これは置いただけです。ターンエンド、やばい、赤マナがないよ。赤マナがないじゃないか、もう。まあ、ちょっと待って待って、出したつもりになってた。竹山さん、俺なんで黒箱なんだ。推定10センチらしいですよ、前で。じゃあ、うん、はい、10はない。15、6万円のクレズゲート打ちます。はい、手札から優先ロマネスクとクイズ出します。はい、ロマネスクの効果で4枚マナ獲得します。カラー10万円の絶対消えだ。で、タネ時ロマネスクの効果でマナから1枚獲得します。はい、どうぞ。はい、じゃあドロー。じゃあさ、もういいよ、わかったわかった。赤マナなんかなくたっていいよ。これを置いたよ。5マナ、はい、ミカドホール。おー、2000元。2000は関係ない、誰もいない。まあいいや、破壊はできないですけど。2000でガイアルカイザーがやってきた。よし、いいぞいいぞな、はい、で、いいんだよね、マナなくてもいいよね、別にね。はい、マナなくても。で、スピードアタッカーだよ。はい、で、いっちゃえいっちゃえ。アンタップクリーチャーも打てるのか。打てるのこの人。ちょっと時間かかんない。俺も知らない。このだとさ、アンタップされているクリーチャーを攻撃できるって書いてある。じゃあさ、どっちが悪いやつかわかんないけど、こいつだってほらあれだよ。なんだっけ。勝てるから。こっちだと勝てないもん、俺5000だから。あいうちか。あいうちか。じゃあどうしようかな。でもどっちもブロッカー持ってるんで一応。そうだね。じゃあ、アタック、相打ちしよう。ミカドホールの2000元こっちに打てば、あ、生き残れる。そうだ、あ、本当だ。2000、じゃあこっちで、ごめん、いい今ので、教えてもらって。ありがとう。じゃあ2000を減らしてもらって、こいつにアタックするよ。こっちアタック狙われたか。うん。あ、ちょっと、使えるのが、そう。あ、そういうブロックすればいいのか、一緒か、一緒のことか。どっちで選択できるんだね。はい、どうぞ。あ、こっちはこっちアタックでいい。うん。じゃあこのまま受けます。本当、じゃあターンエンド。はい。じゃあアンタックします。はい。エメラルーダースペース。赤がないんだよ、まだ赤が。ドローします。そうだよ、じゃあエメラルーダーで、じゃあ5マナで、はい、トップブロマネスク出して2枚落とします。はい、うんうん、タイドどうぞ。ほ、何もしない。はい、置きます。マナロフクは殺すか。まあいいか。はい、ないないない大丈夫大丈夫か。いいよいいよ。じゃあキビ、はい、ドロー。強いよ。盾を増やしていく。ちょっと待ってね、考えさせてね。あれ、これってもういいや、もうこれ、これ出したくてずっと思ってたんだけどさ。もうやめとく。ゴゴゴブランドをバナに置いて赤マナとして利用して2マナ。マクマルくん、そうすれば出てきた時に戦えるから、この人と相打ちしたいです。これはオーバーキルで、はい、そんでバンドをもらうね。店長の声が、そんで、ごめんなさい、すいません。1マナ使ってデスマーチ。あ、デスマーチどうぞ。で、この爆丸くんに乗っかってやってきたよ。はい、そんで、打つターンに入るよ。ガチャダイスの、これ毎回で打てるの。いけ、オールデリート応援されるぞ。出たターンって書いてあれば、その出たターンって書いてないんだ。アンタップされてるクリーチャー。あ、出たターンって書いてあれば。出たターンだっけ。よかった。本当だ。
あ、出したの、じゃあ普通に、まあでもいいや。とりあえず打つよ、1枚アタックって言ってみよう、どうする？1枚、じゃあ受けます。はい、なんもない。じゃあこれもアタック、じゃあ1枚受けます。はい、いる。はい、じゃあターンエンドアタックします。はい、プロもらいます。これは強い。あら、フルプロも。じゃあ5マナまた使ってトッポグロマネスピーカーです。はい、ありがとうございます。2枚獲得します。はい、願望になっちゃいます。なんでないの。ないよ。ガイアルカイザーアタックのところに、メリットないよ。革命チェンジでガチャエンジャー出して、うやばい。1万2500以下が全部マナです。はい、じゃあこれも全部。はい、これはでも墓場に行くの、それともこれはこっちでいいの。あの、超次元ゾーンです。じゃあこれがマナに、マナ増えた、やった。ターンエンドでしょうか。ターンエンド、よし、置きます。だいぶ有利だよ。で、今何出していけないんですか。あ、いや、出してもいいんですけど、うん、タップイン、そうです、18、15個スイカが全部タップインです、ね、じゃあ全部タップイン。よし、ドロー。2、6、8あるよ、8、8かー、ちょっと足んねんだよな。じゃあいいんだ、俺もうね、5マナを使って、もうお遊びデッキ使わんから5マナを使って、これは呪文は平気。あ、呪文は、はい、打てます。リバイブホール、そうすればもう一回これが打てるよね。あの、これが出てくるよね。あ、そうですね、出てきますけど、タップインとしてタップして、うん、墓地から手札に戻す。あ、でもクリーチャーいないからダメだ。じゃあこれをこうする。でもこれはタップインだと。タップインですね。あ、分かった、タップインなんだ。じゃあこれ使った。はい、ターンエンド。じゃあアンタップします。はい、ダメだ、バクマル君がいないと、ちょっと倒せない、不調変座は。これマナロックでもない。そうか、マナロックで運動がなかったっけ。そうか、これもタップインだな、ちょっと辛いな。これはえげつないでしょ。6マナでもない。っていう時代があってやばい。どうもですか。はい。4枚ブーストしてます。お、うん、残りを気にしながら、4枚使った。まあ、そして、チャックが全開で打ち5マナで、うん、トコロマネスピーカーします。はい、マナゾーンは置かないです。置かないでいいのね。はいはい、ターンエンドね。はい、お、じゃあ起きるよ。打っていいんだね。よし、これでなんか持ってくればいいんだ。ドロー、つく。お、あ、タップインか。タップインですね。全部黒くなっていいんだよ、いいんだよ。行くぞ、行くぞ。4マナ、まず4マナでまず出しとく、これをタップインで。はい、その後にどうします。これがコマンド持ってるから、はい、アタックするときにデッドゾーンが来た。お、敗者だ。大丈夫。あ、大丈夫。で、マイナス9000する。えのね。じゃあこれマイナス9000する。じゃあマイナス9000これな。で、上から3つ。どうした、なんかさっきロマネスクの効果で捨てましたって。何を。まだから多分捨ててないですよね。あ、そっちが捨てるの。はい、これ俺は、うん、わかんない、それは多分捨ててないと思うんで、1枚。あ、はい、あ、はい、うん、今差し、いえいえ、全然マイナス9000ですね。はい、で、トリプルブレイクです。どうしますか。どうしよう、こっちにいるから。トリプル、あと投げ落とすのいないですよね。もういないです。じゃあトリプル受けます。はい、はい、受けました。ターンエンド。はい、じゃあアンタップします。はい、うわ、いや、そろいのこれどうしたい。うんうん、いいよいいよ、適当で。もう2回目の募金出そうか。スキップあるね。何でも出てきそうな手札だね。こういうデッキなんです。すごい、いないんだよな。そんだけいていない。2コスト、ツインパクトマックス。回収で使います。じゃあ、あ、いいのか。回収でマナチャージで。はい、え、それ嫌い。うんうん、はい、マナチャージです。そんで4、5、6、7、8、9、10マナで、うん、あ、ちょっと待ってください。ちょっとやるか。1、2、3、4、5、6マナタップで、うん、うわ、はい、6マナタップで流線ロマネスクです。おー、また、はい、1つから4枚マナに置きます、ね。うん、はい、人引きねえんだけど、はい、マジで。どうします。こちら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、7で5破天つくも語りいきます。え、マナゾーンのクリーチャーを全部出します。どういよ。お互いでしたっけ。お互い、まずこちらから出します。はい、何でない。じゃあ、出ます。はい、3、5、6、7、8、9、10、
エンドだ。ひどい。あー、そうだ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 。いいの。はーい。登場時の効果は？登場時の効果は、今までの効果で全部なってなってます。うん、で、そちらの真ん中からクリーチャー全部出して、はい、で、はい、で、そうですね。ドラゴン大王色で、ドラゴン以外は全部墓地ですね。あ、じゃあ出たと思ったらドラゴン以外は全部墓地出たけど、墓地に行く。はい。破壊されるの？いや、出る代わりに。出る代わりに。代わりじゃダメなんだ。じゃあ墓地行っちゃった。はい。やべー。流星火山いるんで。これは？これも入れる？そこはそのままで大丈夫。元からいたんで。あ、そうなの。これ、はい。流星火山いるんで全部スピードアタッカーになります。はい。いやマジで。じゃあ、あれとどんアタックで、うん、やられた、はい、相打ちか、うん、はい、バトル勝った時の効果使いますよね、はい、相打ちでも、うん、じゃあ、ヒューマイブレイクですね。よし、全部スーパーシールドトリガーだからな。あ、スーパー、あ、呪文は待って、いや、打てないですけど、あれ、ドラゴン大王いるんで、ドラゴン、ドラゴン以外はこっち召喚ですね。出たけど、マイナス9000だけ使って帰る感じ。ネオジョンビル、そのままポチ行くんで、出た時の効果も、はい、使えないです。じゃあ、はい、で、ダイレクトアタック参りました、ありがとうございます。やられました、すごい。じゃあちょっと、唐津さんやられましたんで、またちょっと次回挑戦したいと思います。はい、ありがとうございました。よし、集めるせやね。